どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。始まりました。始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。はい、ありがとうございますね。よろしくお願いいたします。お願いしますね。はい、ということでですね、はい、前回からですね、はい、あの新シーズンがスタートしまして、はい、全12回打って、うん、1人3333枚目指しましょうということで、うん、はい、これ達成できたら、はい、次のシーズンももうすでにお約束されているというルールに変わりまして、はいはいはい、ただですね、レギュラーが先行しますと、いくら獲得しても0枚という、はい、とりあえずビッグビッグで、枚数をとりあえず出せというルールになりました。そこで伊地知さんが662枚、私小沢が193枚とだいぶ厳しい戦いじゃないですか。そうですね。どうしました？なんかすごいへこんでますけど。いや、なんか伊地知さんは結構いいよ。いや、その枚数はあれなんですけども、うん、結構最近調子いいんでね、うん、結構楽しい感じで来たんですけど、うん、常連さんに先ほど声かけていただきまして、うん、最近テレビ出てないんだからもっと頑張んなきゃダメなんだよって、うん、なぜかのダメ出しを受けるっていうのがありましたんで、そうですね、ちょっと今テンションが下がってる状態で、いや頑張んなあかんなという気持ちを、愛を持ってね言ってくれたのよ、はい、そんなのはどうせあれでしょ、出るで分かってるんでしょって言われたんですけど、うん、見てないのかなと思いました。この番組を、この番組を見ていたらそんなこと絶対に言えないぞと。確かに確かに。あ、見てないんだっていうショックだったっていう、うん、ちゃんと負けてるしね。そうなんですよね、小沢さん193枚だから。そうなんですよ、はい、うん、そんなことありえないんだけど、ね、ガチということで本当に頑張りたいなと。そうね、もう見せつけてやりましたよ、さっきの。そうです、本当に、うん、さっきのおじさま方に常連の、そうね、自力で出してるぞというところをね、うん、今日見せて頑張りたいと思いますけど。見せていきましょうよ。だから私が結構193枚きついですから。だから平均ね、2回で、うん、600ぐらい取らなきゃいけないんで、うん、1日の収録2店舗もありますんで。小沢さんちょっと危ないですよ、今回だから。やばいよ今回100とかだったら、ほんと結構黄色信号よ、終わっちゃう。いや、もうやばいですよこれ。頼みますよ小沢さん、頑張ります、お願いします。はいはい、というわけですね、うん、なんと ここでもう早速実践に行きたいのですが、うん、今回はこちら用意しております。何ですか？チャカチャチャッチャチャッチャチャッチャチャカチャカチャチャッチャチャチャカチャカチャチャッチャチャッチャ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 ハッピー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 バースデイ、ハッピーハッピーハッピーバースデイ、小沢さんの今日は誕生日。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。オリジナルソングで、オリジナルソングね、オリジナルハッピーバースデイソングで、うん、俺最初何言ってんのかなと思いましたけども、はい、いや素晴らしい。ちょっとまあこのご時世なんでね、ケーキとかでちょっといろいろとありますんで、なるほど、はい、こちらケーキの代わりに、あら、用意しましたんで、初めて僕も見たんですけれども、うん、ちょっといいですか？え、こちらの方。ただごめんね、はい、いいんだけどさ、はい、低くない？なんかこの位置が。そこは言わない約束じゃん、小沢さん。いや嬉しいんだよ、嬉しいんだよ、はい、急遽じゃん、急遽なんだから、うん、低いし、見えてたし、正直言うと。言ってください小沢さん、急遽なんですから。はい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 、じゃ付け出していただいていいですか？まあまあまあ、はい、お願いします。何何怖い。きます。はい。いやいや、ついてないじゃん。つけようよ。つけようよ。いや、つけたかったんですけど消えちゃった。危ないです、危ないですよ、それ収録に適してないですね、これね。これ収録に適してないですよ、これ。おっ、怖っ。ハッピーハッピーハッピーバースデイ、今日は小沢さんの誕生日、みんなに幸せ訪れる。お、いい歌。いや、すごい小沢さん。いや、なに、この間無言だけやめてもらっていいですか、小沢さん。まあ、なんかわーっと嬉しいとかっていう感想が欲しかったんですけど、小田さん。いや嬉しいですよ、嬉しい嬉しい嬉しい。いや歌い出したし。やめてください、その爆発するみたいな怯えをするのしないですから、小田さん。爆発し、あっ、うわーでしょ。これシュール。わー、おめでとうございます。シュール、シュール、最高じゃんこれ。最高だ、これ最高。最高だよ。最高だよ、これ面白い。嬉しい、シュールだな。小沢さん消してください、消してください。消していいの？誕生日おめでとう。おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。シュールでしたね、小沢さん。シュール、すごい。俺何が起こるのかなと思ったけど、可愛い。音だって近づいた瞬間にパーってなる、はい、爆発はしなかったものの、ものの、いや
びっくりする。正直ちょっとやっぱここのスタッフだから、はい、なんかいたずら仕込んでんじゃないかなと思ってたの。はい、はい、全然そんなことなくて、ただのシュール、かわいらしいやつでした。かわいらしい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日これで出る気がします。わかりました、はい、というわけで今日頑張ってくださいね。頑張りましょう。はい、はい、というわけで早速行ってみましょう。頑張ります。おはようございます。お願いします。コントパチンコ屋。お、あー、ここがパチンコか、入ってみよう。ウィーン、あーすごいな、こんなとこなんだというね、あのコントの入りで入りましたけれども、いやいや、落ちなかったんですね。落ちないです。はい、本日の1店舗目、キコーナー平井店さん。平井店さんですね。ありがとうございます。はい、うん、さあ、まあだからね、一旦アイムジャグラーね、アイムも打ちたいんですよ。はいはい、安定してね。はい、ただやっぱ1枚の出前数の多さでいったらやっぱファンキーとかちょっといきたいなっていう、そうね、のはあるんですよ。私もう結構ピンチじゃないですか。はい、もうちょっとファンキー打とうかなと思ってたんですよ。俺もファンキーちょっと打とうかと思ってんだよね。ただちょっと深いから怖いね、こんなの。これこれ食らったらちょっと怖、朝一これから終わりよ。それ多分ツータワーは怖いよ。ツータワー、ツータワー、ツータワー、スーターは食らったらもう取り戻せないからね。どうします、小沢さん。じゃあ小沢さんも前回危なかった、選んで、え、ファンキー行きます。ファンキー行きます。行くの私は。うん、なるほど、いいよ。小沢さん選んで、スーターは好きなの選んでいいですよ。小沢さん、スーターは行く。小沢さんハマってる大好きだもんね。そう、前回ハマってた大好きだもんね。なんかすごいことになってる。まあね、鬼の角みたいになってるよ。まあ、まあ、ありますよ、そういう台も。623、あ、前回623回で終わってるってことか。それはそうでしょう、閉店の時。そういうこと。うん、うん、これで623で本当に。うん、いや僕はあの向こうの角やりたかったんですけど、なんか小沢さんの横の方がいいかなっていうことで。いきなよ、いいよ別に。いやいやいや、それはちょっとやっぱりいいよ、大丈夫よ。それはちょっとやっぱりコンビですから、小沢さん誕生日ですから。小沢さんの誕生日が横に寄り添ってあげないとっていう。何よそのあげないとは、別にいいですよそれは。ちょっとじゃあここにしましょうかね。いいっす。その人のせいにすんのやめてね。いや、小沢さんに乗ります。さあ台が決まりましたけど。決まりましたね。伊地さん、はい、アイムジャクラ行っていいの。めっちゃ怖い。めちゃくちゃ怖い。今このちょっとカメラをセッティングする時間あるんですけど、はい、その時間ずっと小声でさ、いやめっちゃ怖い。あー結局アイムアイムだよな。もうやろうよ、アイム行っていいよ別に。怖いな。いいよだから行っても。いやだな。いいんだよ。なんか朝一、うん、今までここ最近は、うん、なんかすごい平常心だったの、うん、今日なんかめっちゃ怯えてるんだけど。いやなんか、いやめっちゃまだ全然負けてもないのに。いやそうよ、めちゃくちゃ怯えてる。いいからね別に、好きな台で行きましょうか。行きましょう。それで行きましょう。はい、せーの、せーの、はい、はい、いやファンキーが久しぶりすぎてさ、うん、ただめちゃくちゃ楽しい。もう最近パチンコはそうですけど、うん、プライベートで行ってます、うん、プライベート最近行けてないんだよ、うん、最近行けてなくて全然、うんうん、スロットに、うん、だから久しぶりな気するのかも。もう私やっぱそのお休みの日でもさ、はい、もう子供もいるし、うん、やっぱ奥さんと一緒に子供を面倒見なきゃいけないからさ、はい、もうもちろんそのあんまり行けてないのよ私も。はい、もう前日、昨日からさ、はい、今日楽しみすぎちゃって俺。久しぶりにこの、まあ、だからさ、うん、この間ね小沢さんとネタ合わせした時にさ、はい、ボソッと言うけどさ、うん、言ってたけどこれがすごい楽しみすぎてこの番組の収録が、うん、やめてないか、その本当に結婚して、うん、うわなんか最近なんかプライベートも何も別に遊べないしさ、うん、そのもちろんこのご時世だから飲み行くこともないし、うん、なんか楽しいことないなみたいなことを言いながら、うん、結婚して幸せなのって言ったら、うん、それは幸せだよって。全然その幸せ感が伝わってこないの。それは幸せよ、その幸せ感。それは幸せよ、幸せなやつの表情じゃないんだよ、うん、いやいやそんなことないよ小沢さんの。それは良くないよそれ。これ奥さん見たらどう思うかね。いやそれはだってそうなんだもん。だってそんなことはないよ、幸せだよ。子供ももちろん可愛いし奥さんの子供大好きですし、行きたくて。やめよう小沢。何よ開始いきなり暗い話してた。暗くない、全然暗くない。そんな暗くちゃ光んないよここは。全然暗くない。なんかね、うん、まあ確率論の問題なんだけど、うん、ジャグラーの話になるとやっぱさ、うん、
っぱアイムの方がさ、うん、確率はいいからさ、で、うん、出枚数が少ない分さ、うん、ボーナス確率が少しいいわけじゃん、うん、そうね、そのちょっとの差なんだけど、うん、なんかアイムだとすげえ光る気するんだけど、うん、ファンキーだとなんか光る気しねえ。アイム言っていいよ別に俺ここで打てなんて言ってないよ。俺はこの台にしたけど、俺はもう作戦今考えてんだよ。何ファンキーで、うん、2、3連したら、うん、その出玉を持ってあもう、うん、あのジャグラーで勝ち逃げ、うん、っていうアイムジャグラーで勝ち逃げするっていう、はいはいはい、うん、今日プラン。あでもその作戦はありかもしれない。いいね、素晴らしい作戦立ててるじゃん。そうなのよ。ただそんなこと言ってる今でもアイムジャグラーの狙ってる台とかいい台取られてるかもしれないからね。まあなあちょっと怖いなあこいつ。なんかおいおい、よかったほら言った。ただジンクスありますから。何一発目ビッグじゃなかったら危ないっていうジンクスありますから、うん、見てよ見てよ。回転回数55、そうよ55よ55。これはいいんじゃない。これはそういうことでしょう。これはいいんじゃないか。おほら来たほらよっしゃよっしゃよっしゃ、幸先よ。ほらこれはいい。でもごめんね本当に今日はさ、うん、小沢さん誕生日だからさ、うん、小沢さんに花を持たせてあげたかったんだけど、うん、小沢さん、うん、ごめんうざ、ごめんね。いやいいんだけど小沢さん、ごめんね。全然いいんだけど小沢さん。何ごめんね。いやいいんだよ別に。ごめんごめんごめんね。いいんだけど、やればやるほどうざったくなるからさやめて別にこれ個人戦だからいいんだよ。お互い頑張んなきゃいけないし。あ、そっか。そうよ。じゃあ、うん、そんなこと言っちゃって、うん、ごめんねー、だからごめんねー、ごめんねー。聞いてる？え？聞いてる？何ですか？ねえ、バカなのか？え？学習能力がないのか？やめろっつってんの。だから、ね、そういうこと言っちゃって、うん、ごめんねー。やめろっつってんの。一生できるじゃんこれ一生続くから。養成所の芸人が考えるギャグ一生できる。ごめんねー。なんかやっぱ隣であんな感じで出させられたらまだ113回だけど出ねえなっていう気持ちになっちゃうね。俺はもう逆だもん。あんだけ出ないなと思ってたのに、うん、今もうなんか出るなって言って言ってたからな。なんかずっとやっぱり今日怖いなってずっと言ってたからな今までの経験上ね、うん、このビッグ1回で一喜一憂してる時って負けるんだよ。また新しい。ビッグ1回引いてもあ別にビッグ1回なんてことないですよっていうその平常心でいる時の方が勝てるんだよね。新しいジンクス出してきましたね。やっぱこのスロットスロットってスロットってスロットってやっぱね、うん、あんまりその気持ち入れ込んじゃうと負けんだよやっぱ。一喜一憂してたらダメ。そうです、ダメです。あら伊地さん今日ダメじゃん。じゃあそれだから危ないね。ちょっと危ないだから嫌な予感してる。うんでも本当に、うん、100枚でもいいから流すこと大事だから、ね、そうとにかく流す。このルールは、うん、最終日に1枚足りなかったみたいなことそうあるからね。あるからね、うん、今日1000枚ぐらい行きたいよ、うん、そうだよね。それ行っちゃえばだって今日1000枚結構余裕だもんね、うん、だいぶ楽だって3回目で全12回あるうちの3回目で3分の1を終わらせることになってますから。そうですから、うん、それだいぶ楽よ。はい、びっくりした。おい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ33歳、はい、初ペカリ。そうですね、初ボーナスでございます。どうでしょう、いきます。今年はどんな年になるのかお願いいたします。お願い。なにやめて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 。喋ってた喋ってた。やめて。お願いいたします。はい。はい。小沢さんですよこれは。え？バッキー成功した。危ない。これはやばい。これはやばいやばいやばい。これはやばい。変な顔して止まってる場合じゃなかった。このルールだとうわぁ出玉ちょ少なくなっちゃうじゃんじゃないからね。そうマイナスだから、ね、そう今バケだったら引かない方がいいんだから。うん
ゼロルールだゼロだからこれ今こっからだからバケ2回とか言ったらもう結構危ない結構危ない結構危な い, 危ないマジで危ない。あたし今日誕生日よ。そうだよ頼みますよ平井店さん。平井店さん人が生まれた日にその人に向かって何ちゅうことしてくれんだと。しかも、うん、こないで誕生日だったんですよとか、うん、もうちょっとで誕生日なんですよじゃなくてそうまさに今日だから、ね、今日だから今やっぱ小沢さんやっぱエトスパトスロボスにこうなんかついてるのかもしれない。だってこの収録日も誕生日も収録日だし、うんうん、お子さん生まれた日も収録日だそうだから僕の大事な日全部エトスパトスロゴスに取られてるそうです取られてるってやめてください。お仕事ですからお仕事ですよ。だ全部かっさらってくのよエトスパトスロゴスがそんで負けんの。そこはそこは勝ってくださいそこはあなたの大選びですからちょうど今日だから息子さんも5ヶ月になりました。もうそんなあった。そうですよ早いね。そうなんです。え、あ光ってる早いね。もうあった。あすごいすごい33回。さあ来い。いいよよし。あこれはいい。これはよかったね。これはいい。これはよかった。これで並んだからこれはよかった。小沢さん誕生日迎えましたけど、うん、33歳。ちょっとなんか目標とかあるんですか。やりたいこととか33歳はこういう年にしたいとかさこんなことに挑戦したいとかあります。当たり前じゃないですかそんなもん、はい、とにかく息子を元気に育てる。いやこれですやめてください芸人。はい何ですか。芸人やめましょう。本田さん今すぐ何ですか。相方だけど僕が言います。何ですか。もうやめてください芸人とにかくとにかく息子を元気に健康に。なんかあるやつも芸人として。でもマジででもせっかく子供生まれまして、はい、僕マジであの子供好きなんですよ。だからパパタレントみたいな、はい、お仕事なんか欲しいですよね。なんかパパタレントのイメージって、うん、やっぱもうお子さんが3人以上のイメージだもんねやっぱね。あー子供多い。やっぱ子供が多い人が。あーでも確かにそうかもしれない。パパタレントのやっぱ江原さんもそうだけど、うん、やっぱイメージ強いもんね。それこそ あのカチサクさんもそうだけど。そうだね。やっぱパパタレントってなったらお子さん3人以上もこれマストです。だから小沢さん頑張って子作りの方。じゃあ今年は子作りを頑張ります。働いて小沢さん。子作りで働いてよ小沢さん。頑張ります。子作りしてもいいけど仕事しようよ小沢さん。伊地さんは何かあります？いやその小沢さん、あのやめちゃった。小沢さん何？あの伊地さん何かありますって言ってますけど、うん、あの俺誕生日だから何かありますかって言ってますよ。僕あの今何かありますは、うん、普通に何にもない、うん。普通の芸人のおじさんが目標を語るだけになっちゃうんで。いい相方の誕生日の日にやめてくれ。その教えてよ小沢さん。自分の目標ないから俺に振るのやめてもらっていいですか。ね、丸分かりなんで小沢のコンタが。あバレた。とりあえず俺何もねえからいじっちに振っとこうじゃないの。そういうとこよ小沢さん。ちょっとどうしよう。何移動すんの。これもねありなんですよ。なんか昨日コンスタントに出てるんでこれ打ちます。あらこれ打ちます。ずっと気になったんですよねこの角2台が。そうだね言ってたね。そうね、ファンキーってやっぱ設定差関係なく、うん、全部やっぱ確率はビッグの方が高いから、うんうんうん、だからそういう意味でも立ち回り方法としてはそうこのルールだったらファンキーを打ちに行くっていうのは正解ですよ。正解でしょ。やっぱアイムの場合は、うん、ボーナス確率甘いですけど、うん、設定によっちゃ、ねうん、バケがねってなってくるから、うんそういう意味ではファンキーは。そうでしょ。そう光はほぼビッグだから。いやほぼではないですよ。ほぼってことはないです。光は絶対ビッグなんだから。すげえ知った顔で適当なことやめてください。伊地さん。はい。誕生日プレゼントください。あーもうダメだわ。え、もうその何あげようかな今年はとか思ってたけど、うん、もう自分から言っちゃったじゃね。もうダメです。いやそれは言うよ。しかも誕生日が、うん、
まあ、終わりだったらまだ分かりますけど、うん、まだ終わってもないのにそれ言われてたらもうあげません。私はいや先にやっぱ言っとこうと思って。いやもうそういうところです小田さん。え今年の誕生日プレゼント何？必死感が出ちゃってるのダメです小田さん。ラットレイシー？必死感が、必死カンガーです小田さん。ラットレイシーじゃなくて何それ？必死カンガーです。いやどこもかかってないからそれ。せめて語尾 C にしてよ。うわやばい、やばいな。大移動したいいものが光んないな。全くですか？僕も飲まれましたよ。やばいぞこれは。やばいよ。実際今投資どれくらいですか？だからね、うん、さっきね、うん、最近投資少ないんだよなんて言ってたのに。言ってたね。1万いっちゃいましたね。あれ言ってるもん。久しぶりの投資1万いっちゃってる。そっか、実際1回しか引いてないのか。怖い怖い。そうなんだよ。怖いよ怖いよ。ここから逆転できる。お嬉しい。光った。うれ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 しい、光ってうれしい。よし、あれです。隣のお姉さんが何してんだろうっていう顔で見てます。おじさんが。はいしょ。はい、あれです。ビッグでした。あら嬉しい。あれです。嬉しい。ありがとうです。ありがとうです。あれです。あれです。伊地さん今実はですね、はい、台移動しようかと思ってまして。はい、あそこの台行こうかなと思ってた台座られまして。はい、2回で当たってます。僕らが最初に警戒してた、はい、2回ハマった台ですね。そうです、2タワーの台です。すぐボーナス引いてましたね。すぐでした。お座りで。はい、これはやばいな。そういうことなんだよ。いやどうしよう。もう1000行こう。もう1000、もう1000って、もう1000円、もう1000円ってやるとちょっとやめの気分かんなくなるよね。そうなの、そうなのよ。ちょっとね、良くないんだよ。難しくなんだよ、それも。383回。どうします？いや、やめてください。こっちに、こっちに聞くの。いや、今スタッフさんとちょっと。あ、スタッフさんにね。うん。どうしたらいいですかね。あんた本当にひどいよ。スタッフさんのことさ、暴言吐いといてさ、こういう時だけ聞いてさ、そんでダメだった時ボロクソ言うんだからあいつのせいだっつって。最低なんだよ。もうちょい粘る？ちょっと見てみようかな。見てみよう。ん？なんか俺がちょっといいなと思ってる台、スタッフさんがニコニコしながら、これ微妙そうな顔してる。やめよ。やめない、委ねんのね。自分で決めなさい。決めました。お、移動。大移動。はい。伊地さんに委ねますわ。いや横かい。横来るんかい。伊地さんに委ねます。セッティング中ちょっとトイレ行ってきていいですか。ごめんなさい。小沢さんがトイレに行ってる間に私光りました。あたす。よいしょ。隣の方も光ってます。お、これ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 。あたす。え？え、外してるじゃん、飛んで。はい。はい。え？あたす。あたす。三回目。3回目アリトゥス、アリトゥス。あ、すいません、往年の坂上二郎さんの飛びます飛びますを拝借しまして、アリトゥス、アリトゥス。ありがとうございます。いいね。いいですよ。3回ビッグはもうちょっと余裕なんじゃないの。よろしくんですね、よろしくん。完全なよろしくんです。伊地さんってさ、持ちギャグないの？ま、ないです、ゼロです。ギャグ振られちゃうと、一個も面白くないんで、うん、僕は。いや、だからいいじゃん、もう。やってけばいいじゃん、もう。アリトゥース、アリトゥースとか。いや、緊張しちゃうんで。
だってナダルのさ、言っちゃってるとかもさ、はい、ギャグじゃん、はい、だからあれギャグ振られてやってるわけじゃないじゃん、はい、おったけさ、ありてす、ありてすそう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 、なんかやたらとそれ言っとけば、まあね、言ったもん勝ちだからね、うん、そうよ、尾形さんのサンキューなんて別にギャグでもなんでもないから、ね、そうよそうよ、ミキティもそうだし、そうだよ言ってしまえば、庄司さんサンキューとミキティって全く一緒だもんね全くそうよ、そう考えたら全く一緒やん、そうよ、あの失礼ですけど奥さんの名前言ってるだけだから、そうですよよろしくんもそうですよ、言ってしまえば、今日調子いいね、よろしくんですね、もういやもうギャグじゃないのよ、もういやギャグじゃなくてもそんなもん言っちゃってるみたいなもんじゃん、まあね、うん、いや隊長よろしくんです、あ、もう全部ミキティもミキティも隊長はい、よろしくんです、いや、ギャグギャグこれギャグです、ギャグギャグ隊長はい、よろしくんです、あ、できたじゃん、できたじゃん、隊長にしようか、はい、隊長よろしくんです、そっちの隊長会っていう、あ、ほらやめ、邪魔しないでください、ね、皆さん、なんで邪魔だけはしないでください、なんで今2人で楽しくやってたんだからさ、人のギャグの邪魔だけは、邪魔って言うな、ちょっとあの一応メモっときますわ隊長よろしくんです、一応メモっときます、一応ちょっと一応アリトゥース、アリトゥースもアリトゥースも一応メモっときます、うん、一応、うん、メモ、僕のメモ帳に、うん、お願いします、はい、ということで、あの僕のギャグメモシリーズのギャグのところができまして、アリトゥース、アリトゥース、隊長よろしくんです、一応2つメモっときました、よし、はい、いいです、いろいろこのね、いろんなあるんですよ、この僕のメモ欄がいろいろ、うん、このメモの一覧に入れておきました、うん、ありがとうございます、芸人のネタ帳みたいなもんですから、僕のこのあんまりネタ帳カメラに向ける人いないですけど、はい、だからちょっと恥ずかしいんですけど、うん、ちょっと今日隊長どうなんですか、隊長よろしくんです、あ、いいいいです、いいです、はい、明るくなるよ、あ、隊長いいんだなっていう、今日でもね、うん、もうこのエトスパトツロゴスはね、うん、まあ、1年やらせてもらってて、うん、おい、エトスパトツロゴスの話をしようとしたらやっぱ光ってくれるんですよ、ここビッグだったらマジで、マジでやばいよ、もういいよ、もうバケだと思ってるからさすがに、うわこれはいい、これはいいです、じゃこの台の隊長どうなのよ、隊長よろしくんです、よし隊長よろしくんです、ビッグアリトゥース、アリトゥース、あーすごいダブルで使いこなすね、ちょっとイジスさんすごいな、3ビッグ4ビッグです、4ビッグ、これでだから終始もプラマイゼロぐらいまで持ってきたいね、もうだってプラスでしょ、1入れてるから、いやまだ多分今6分ぐらいです、あ、そう、うん、まあ今のまんまやめれば、うん、多分ちょっと浮くけどっていう、うんうん、まあでもまだ1時間近くありますよね、はいはい、アイムジャグラーで逃げるができますよ、これでできるよ、もうマジでだから100回転回して、うん、アイムジャグラーに逃げる、これあるかもしれない、で、伊地知さんがもうそっち行ったら俺はもうすぐこの台を逆に、はい、スッと全然あのビッグ3連してますから、この後光ったら化けの可能性あるんで、そうだ、もしやるんだればやっていただければ、そうだそうだ、忘れてた、でもね、なんか俺化けが先行してるから、うん、ビッグ出るだろうと思って、うん、やると大体化けがそのまま行って、うん、ビッグ出すぎてるから、うん、この後ついても化けだろうなっていう台が意外にそのままビッグ行ったりする感じするんだよね、まあね、今までの経験上で、うんうん、ちょっとここでのゼロマジでやばい ね、 ねでも逆に言ったらこのルール上はね、うん、まあ、終始はあるとしても、うん、ルール上は別に、うんうん、もうラスト1分でビッグ引きゃいいんだ、まあまあまあ、まあ、そうしたらもう300枚プラスだ、確かに確かに、なんならこのまんまずっと引かなくてもいいけど最後1回引かれば300ですから、確かに終始はえぐいことになりますけど、えぐいことになっちゃうよ、はい、ね、俺今日誕生日よ、そうですよ、終始えぐいことにならないでよいじっちゃん、あとやっぱそのこの収録ね、うん、1日で2店舗行かしてもらうんだけど、そうよ、やっぱ1店舗押し込むと2店舗目結構辛いからね、いやそうだよ、精神状態が、うん、本当にさっきのあのオープニングの時に会ったおじさんたちこれ見てほしいな、うん、本当でこれがリアルなんだから、うん、こいつ誕生日なのにこんなことになってんだっていうの見てほしいな本当ですよ、
よう出るだ知ってるんでしょって言えたもんだよ。言えたもんだよ。言えたらこんなことなってないよ。本当だよ。やばいな。でもね、さっきあれだけどエトスバトスロゴスね、うん、もう1年これやらしてもらって今、うん、1年続いたけど、うん、やっぱね、結構周り反響とかあんのよ、うん、意外に、うん、ほんで反響結構最近1年やってるから定着してきたのかいただいてさ、はい、結構見たよとか、うん、あれ見てるとか言って言われるのよ、うん、この番組のことを、うん、すごい嬉しいんだけど、うん、1個だけじゃ複雑、はい、やっぱエトスバトスロゴスの話した方がいいんだよ。光っちゃうんだよ。確かにエピソード言わせてくんないもん。光らしちゃって。そうだね、今結構いいとこだったよ。このまんまもうずっとエピソードした時に光ってもらって、うん、エピソードなしでいきますから。それは気になるから。いやここですよ、これはさすがに化けよ。さすがにね、さすがにね、うん、化けかい。化けかい、化けかい、化け何回。あでもいいじゃん。バッケ何回。いいじゃん。これ何のリズムかします。バッケ何回。わかります。なんかわかる、なんかわかる。もうここまで出てるわ。なんだっけ、デックちゃんだよ。あ、違う違う、辻ちゃんです。辻ちゃんですでした。元ミニモニのはいはいはい、ミニモニですの、ですね、辻ちゃんです、カッコちゃんですのやつのバッケちゃんです。はい、メモ、えメモ、バッケちゃんです、メモです。バケちゃんですはエトスバトスロゴスでしか使えないから、もちギャグだとしたら意味わかんない。エトスバトスロゴスの反響いただくんですか。そうだ、エトスバトスロゴス1年間ね、うん、こうやらせてもらって、うん、ありがたいことに結構みんなから見てるよって言われるんですよ、うん、でもなんかすごいだから嬉しいのね。あ、1年やってて、おー光った、おい、エトスバトスロゴスの話したら。やっぱそうなんですよ。ダメや、1年やっててぐらいで。小沢さんもちゃんとエトスパトスロゴス愛持ってやってくんないと。ごめんなさい、そういうことよ。お願いします。バッケちゃんです。おい怖い、これはダメよ。今1-2 1-2。あ、これ危ない、これは危ない、やばい、これは危ない。ここでのバケはマジ邪魔、やばい、邪魔でしかない。ここでのバケは人のパクっといて言うのはあれなんだけど、はい、今のタイミングのバケちゃんですが一番面白いんじゃない。いやいや、やばい時に。おお、びっくりした、素晴らしい、早い早い、2回頼む。はい、バケちゃん。いやいや、おい、ありがとうございます、ありがとうございます。マジで今バケ来いと思ってたもん。これはやばい、やばいね。だから次バケ来ちゃったらもうごめんなさい、ジエンドです。そんなこと言わないでよ、まだジエンドかどうか。ねえねえ、うん、ごめんね、先に謝っとくわ。はい、エトスパトスロゴスの反響いただくんですよね。なんで謝ったんですかね。いや光っちゃうから。3回も話させて申し訳ないな。もういいんです、いいんです、当たってるからいいんです。あ、そうですか、よかった。全然当たってるから、はい、別にそれは。ただね、もう、うん、この前振り何回目だよこれ。そう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 、この前振り。にしてはオチ弱えよと思って言いたくないよ、もう喋りづらいでしょ。こんなその、うん、大振りかぶってするようなエピソードトークじゃないの。うん、そうでしょ。だからエピソードトークって言ってることじゃ恥ずかしいじゃん。さらっと言おうとしただけの話だから、うん、だから申し訳ないなと思って3回も振っちゃって。そうなんでもね、このね、うん、まあ、気になってるから。そうだから1年間反響やってるから、うん、はいはい、反響いただくんだけど、うん、なんか毎回そのたんびに、うん、複雑な気持ちになるんだよ。なんで。ね、うん、大体の人が、うん、あれ見てる見てる、ジャグラーのやつってみんな言うのよ。はいはいはい、そうです。みんな、まあ、大体、うん、そのジャグラーのやつっていう大体、うんうんうん、とかジャグ、あとスロットのやつ、うんうん、って言ったらもうエトスパトスロゴスだって分かるんだけど、うん、やっぱエトスパトスロゴスっていう名前ついてるから、うん、それを覚えてほしいんだけど、うん、やっぱエトスパトスロゴスってやっぱ俺も一番最初から思ってるけど、はい、何じょやなのよ、その何エトスパトスロゴスってっていう、うんうんうん、なんでこんな名前にしたのかなって誰も覚えてないの。確かにね。そう、誰も覚えてなくて、うん、エトスパトスロゴス見たって言われたことが一回もない、今まで一回もないわ、言われてみりゃ。一、うん、回街中で、うん、
ピスタチオさんですよねって気づかれて、ありがとうございますってなって、うん、女性の方に、うん、で、その方にあれ見てますって言われて、うん、エロスなんちゃって言われてドキッとしちゃって女性の口からいきなり初対面の女性にエロスって言われてドキッとしたら何かと思ったらエトスパトスロコスってなってちょっと名前変えないっていうこれ今なるほどねエトスパトスロコス変えようじゃないかとマジでごめんなさいやってるってことは、うん、ちょこちょこありがたいことに浸透してきたんですけど、うんうん、確かにエトスパトスロゴスっていう名前が一切浸透してないんですよ、うん、確かにね結構芸人さん後輩とかも見てくれてんだよねそうだから僕も結構言われるんですよあれ面白いいいねとかジャグラーのやついいねって言われるからあエトスパトスロゴスねって言うとちょっと分かんないですけど、うん、そうなんだよタイトルを言ってんだけどタイトルはみんな知らないからそう、うん、多分パチンコスロット番組史上一番、うん、覚えづらいよ確かにマジでなんかいいタイトルありますじゃあこれで本当に変わったら嫌だよねでもいやあるんじゃない分かんないけどちょっと、まあね、俺らはエトスパトスロゴスに愛着出てきてるそんなすぐ変わるんだって1回目の収録の時に、うん、本当に1回目の1回目、はい、俺確かさあ始まりましたピスタチオのロトスエトスそうだ、ね、ごめんなさい言えなかったよねそう最初言えなかったけどそうなんだよだから俺伊地知さんのこのマスクのこのマークとか見てた気がするあそれでねうんでも確かになんかこんな長いことやらせてもらえると、はい、エトスパトスロゴスもちゃんともちろんだけど愛着出てきてますそうなんねうんそうなんですよということではい大道え大移動したいと思いますあらあ100いった100いったんでちょっとなるほどこれだけ打ったら自分の信念を持って戦おうとしてますね今日ははい約500枚ぐらいを持って大を移動しようかなと素晴らしいあーちょっと待ったどうしよう打とうかな嘘でしょ嘘でしょダメだよ今なんか思ったんだけど、うん、半分飲まれて、うんビッグ1回で取り戻せるんだなと思ったら300までで引きゃいいのかと思ったら光りそうと思ってきちゃったんだよねいや、バケの可能性ありますけどねやりますああブレたブレたブレたブレました終わったああちょっと1回見てき1回見て1回見てブレてるブレてるブレてるこれダメだちょっと1回見てきますさあ大移動中に俺も光らしたいなアイムジャグラー時に光ってたからなもう打ち放題か今ねアイムジャグラーここであれなんですよ当初の目標だったこの平井店さんでプラス1000枚を叩き出したいんだったらこのまんまファンキーを打った方がいい気がするんですよねあそうねただこの500枚を守りに行くっていう観点では、うん、アイムジャグラーに移動するっていう手なんですよねそうなあブレてるねの目標を守ろうおいいよそんな時間はないんだよ俺にはそういいよ短期勝負なんだからさっきまで移動しまーすあ光ったお最後これ見てこう最後うわーダメだ終わった小田さん俺パチンコここから声が小田さん声でかい小田さん興奮すぎて終わった小田さん終了です小田さん今回ゼロで平井店さんはゼロでパチンコ行こうかな真顔でやめてください小田さんパチンコ行こうかな真顔でパチンコ行こうかなやめてくださいダメだよちょっと久しぶりにこのおなじみの角台をおなじみのアイムジャグラー角台を行こうかなとちなみに小田さん僕の台何回回してましたっけ115ねうんよかったら小田さんどうぞ分かった俺それに行く一旦この台で100まで回して今の台ではい出なかったら伊地知さんがもっと打ってた台行きます本当にうんでも今03なんですよこの台で今打ってるだ次だったらそうビッグが来ると思っちゃってるやつでしょそうそうそんなことないんだよもう実際そんなことないもう関係ないんだよもうそれで何度騙されてるか次こそビッグだろ次こそビッグだろに俺は何度騙されてきたか確かにねもうだって今
14だからね。もうだからこっから3回ビッグはでもまだあるぞ、時間的に30分あるから。いやそうなんだよ、それ分かってるよ、まだあるよ可能性は。なんかイジスさんが逆に打ってた台、はい、移動しちゃったら、はい、それこそ化け引きそうな気がするんだよ。そんなことないんだよそうなん、もうブレてますか小沢さん。確かにもうだから分かんなくなってきちゃった。小沢さん、はい、もう開き直った方がいいよ、もうダメなんだから。確かにね、もう何だっていいと思った方がいいよ。もうじゃあパチンコ行っていい？逆に30分でパチンコ打つ度胸あるなら打って待ってよそれこそ無駄だからね確かに。なんかでもここからやっぱ逆転する絵は見せたいんだよね。見せてくれよね。えやってやりますわ。つか本当にヤバいからね。そうだよ小沢さん、小沢がもし達成できなかったら、うん、ごめんだけど、うん、この小沢切り捨てて俺一人で残るわ俺一人でピスタチオイジチのエロスパトスロゴスに。いやいやだからそれ街中で言われたやつじゃん。だからその街中で僕に声をかけて、うん、エロスなんとか見てますって言ってくれた人を探し出して、うんうん、その人とやります二人で。いやいやいや、それのタイトルがエロスなんとかだったらもうマジでちょっと卑猥な番組になっちゃうから。ちょうど髪型も確かショートカットだっての聞いたから、うん、小沢さんみたいな髪型にしてもらって。多分気づかないでしょ見てる人。マスクしちゃえば。いや気づく気づく、マスクしちゃえば気づいてよそこは。多分気づかないよ多分。最悪後ろ姿だったらいけるかな。いや正面からでいけると思いますやばい飲まれそう。なんかジャグラーってさ、うん、100回転っていうなんかさ、うん、決まりないんだけどなんか自分の中で区切りあるからさ、うん、この大移動してさ、うん、100回転以内に引かんなかったらさ、うん、あ前の台打っといたら100回転回したら光ったのかなっていう気持ちになっちゃうんだよな。そうね、なんだろうねこのジャグラーのやっぱ100回転のこの、ね、うん、期待値というか。でこれジャグラー打ってる時ってやっぱ笑ってる、すごい笑ってるいいっす、バッケちゃんですってやろうとしたけど、うん、びっくりした。あらありがとうございます。なんたらんたっ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 たありがとうございます。いやもうちょっとなんか嬉しいから、今ちょうどこの収録してる時がさ、うん、総裁選近いから、うん、ちょっとあの日本ジャグラー党から出馬しようかな。やめてください。自由民主党からじゃないと出れないんですよ。ダメなんですね。そうです、日本ジャグラー党じゃダメなんだ。ダメなんです。あ、でも日本ジャグラー党ごめんなさい、はい、党首いました。僕じゃなかったです党首。誰ですか？2700ヤソシマさんでした。ヤソさんと2700ヤソさんの下でした、うん、僕は。あ、なるほど、ごめんなさい。いや、いいんじゃないですか。ちょっと大移動します。お、ここに来て、はい、もう最後。今何回転でやめたの？166です。おお、ここに来て、はい、さっき打ってた伊地さんの隣に、隣の、なるほど、隣のお姉さんが打ってた台、あ、そっちかいが、2回2回なんですよ、大当たりと。あの角ね、角。さあ最後にここで奇跡を見せて終わりたいと思いますよ。見せてくださいよ。ここから小沢の奇跡の逆転が始まる。よし、はい、もうエンディングいってます小田さんも何もなしで今エンディング小田さん切り替わってますんで。あら、エンディングいっちゃった。何もなしで小田さん終わった。でもなんかアイムジャグラーに移動してから、うん、100回転以内でジャグレンすごいかましそうなオーラがプンプンするよ。今何回転ですか？今48回転。48、まだあるね。ちょっとマジでやばい、本当にゼロってあったんだね。ん？ゼロってあるんだね。いやだから頼むよって本当に。笑えないから小沢さん。笑えないよ。1店舗平均300枚ちょいを流さなきゃいけないのに、うん、ここは結構やばいよマジで。やばいよ。どっかしらで本当に1000枚でも取んないと危ない、やばいから、ね、いやそうよね、マジで嫌だな。伊地さんのピンの仕事になるのはマジで嫌だな。いやそれはしょうが、それはしょうがないよ。毎回来よう俺プライベートでね。プライベートでノーギャラで、うん、ノーギャラで映り込みなしですよ。音声だけ音声だけ出てもいいですよ。はい、絶好調
はいはい、もうこれもうもうグリ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 ペカーよし、これやっぱ自力がいいよね、自力でよし、おおいや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 ビッグビッグです、やばいね、びっくりびっくりびっくりなりな、何ですか今の、びっくりびっくです、びっくりびっくなり、メモしてください、伊地さんメモ弱いんだって、びっくりびっくなりは弱すぎる、全然大丈夫です、小沢さん逆メモ帳何でもありになっちゃうから、そしたらね小沢さん大丈夫、やっぱな、うん、ジャグレンする感じしたんだよ、何回転ですか、81回転、あら、だから70回転ぐらいする感じするって言ってたから、やっぱ言ってたね、やっぱあるんだよ感覚って、あーやばい、投資投資投資です、今いくら、19000、いったね、いってますこれかわいそうなんだけど、誕生日で19000は本当にシーズン1のイジッチを思い出す。イジッチさん、ん、思い出してください。はい。僕は今日誕生日です。はい。ね。しかもですよ。最近そのパチンコとかあんま行けてないから、昨日から俺は楽しみにしていたんだ。はい。それでなぜこんな仕打ちをされたか。だから言ったじゃん最初に。何？気持ち入りすぎるとジャグラー負けるって。確かに、だから楽しみですらダメなんだね、もう。そうだからもう無心で打たないとダメだ。そうなのよ、あんま気持ち入れすぎちゃダメだね、乗せすぎたら。ジャジャ馬なんだからやっぱジャグラーは。俺今メダル入れるスピードめちゃくちゃ遅いからね。いやだからもうお気に入ってるじゃんそれ。いやじゃそういうんじゃないの、もうなんか入らない気持ちが。そのゆっくり打とうとかちょっとサボってとか、うん、そんな気持ちは全くないの。本当ただただもう絶望感でボタンを押しているロボットみたいになってます私今。でも私ここから簡単ですよ。はい。ここから残り10分ぐらいですけど。はい。ビッグ3連勝だけの話なんだ。簡単よ。ビッグ3連でいいんだから。そっか。そうですよ。できるか。ビッグ3連したら収支もトントンぐらいだし。うん。うん、枚数はすごいプラスなんだから。枚数プラスになる？なりますよ。お、ちょっと気合い出てきた。そうですよ。いやできるか。ビッグ3回。できるか。あと7分。お願いしますよ。なんで俺今この1000円やってんだろうな。そうだよ。もうやんなくたって一緒なんだから小沢さん。そうだよ。負けは確定なんだからさ。だから言ったじゃないさっき僕。何こっから小沢の快進撃かみたいな時に、うん、もうそのままエンディングだよとか言ったんだから。あ、言ったね。あの時はまだ20分25分ぐらいあったんだから。まだ確かに。だから俺言ったんだよ、もうやめた方がいいって小沢さんには。伊地さん、はい、もうエンディング言ってるからもう喋んなくていいよいやいや、伊地さんの快進撃がまだあります。あ、そっかそっか。僕の声は使われます。さあ確かに小沢さんの声は。じゃあ俺黙るわ。一切。そうだ、邪魔しちゃってるから今。一切画面にも映ってないですから小沢さんも。俺今お財布からお金出してるけど。かわいそう。やっぱこういう時に限ってさ、カンペでさ、やめてもいいよとか出さないんだよ。あと5分とかさ。こいつ言い方こいつ入れろよっていう顔してんだよな。言い方です。ああ。めちゃくちゃ笑ってるもん。こいつプラスで投資しとろっていう顔してる。もう無理なのに。でも一回光るからいいじゃん。まあね、一回光らせよ。一回光ってバケなんだから。もう光った。おい、はい、お父さんバケです。これお父さんこれバケですよ。これバケですか。いや、バカ、ビッグだ。ほわ、ビッグかい。ビッグ？ビッグ。ビッグかい。ビッグかい。ビッグかい。小沢さん、逆に持ってないよ小沢さん。いや、正直、俺も今の流れは、俺もバケだった。あの気持ちはもうここでビッグ引いたとてなんだから。うん。ビッグかい。何回転出たの？
367。なるほど。じゃあ200回ぐらい回したんだ。200ぐらい回しましたね。今打ってるから。何何終了って今出してきてさ、これ終わってからでいいでしょ出すの。いや最音声音声だけ聞いててだいぶやばいよね俺なんかした今日いきなりやめてください。えいきなりやめてください。はい、何かしたかったら、うん、最後、うん、負けすぎて、うん、店員さんに大げな態度を取りましたえそんなことしてた。してました。まあ実質ゼロなんですよ、ルール上ね。ルール上実質ゼロなんですよ。いやいいんだよ小田さん、うん、店員さんに当たんのやめてください、うん、小田さん、うん、あなたは悪くないから。うん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 、頑張って。うん、やめて小田さん小田さん店員さんに大げな態度だけやめてくださいごめんなさい、もう何にも覚えてないですけど実戦終わりましたか。実戦終わりました。あ、そうですか。はい、打ってました小田さん。打ってましたか。はい。あ、なるほどね。はい、ただ結果をじゃあ発表しますと、はい、多分ですよ、はい、私に関してはもう覚えてなくてもいい結果なんでまあね、ゼロ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 来なかったことと同じ結果ですからね。そうそうそう、ゼロ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 、そうそう、1点1回分を消費しただけ。そう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 、うん、うーわ、やばい。最後の全く意味のないビッグ、ビッグあれだったらもうバケでバケかいで伊地さんの宣言が当たるなーで人笑いね。そう、人笑いもなかったです。なかったです。ゼロ笑い、うん、メダルもゼロ、ゼロ全ゼロで小田さん、ゼロゼロでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはい、伊地さんはどうだったんですか。僕はですね、460枚投資の、うん、597枚ということで、おなんとプラスに持っていくことができました。597、はい、ということはですね、うん、結果するとだから今日はビッグが先行しまして、ビッグが5回、うん、素晴らしい、レギュラー1回だったので、うん、トータル597枚プラスということで、もうちょっとこれはもう1000いってるから、いってますから余裕じゃん。これ本当にいよいよパチンコが見えてきますよ僕もちょっとすごいわ本当に。ありがとうございます。俺もう今何にもできない。もう小田さん本当にごめん、誕生日なのに申し訳ございません、うん、小田さん。そうだよね、それ言う誕生日なのに小田さんの誕生日なのにごめんなさい。いいよ、本当はあげたいんですけど、そのやっぱルール上それできませんので、小田さん全然いいけど、僕の枚数小田さんにプレゼントしたいんですけれども、うん、ごめんなさい。 いっぱいギャグやられてたじゃないですか、はい、ちょっといいですか最後に誕生日でこの感じ。 ありがとうございます。なんて来た、あごめんなさい、カメラカメラ向いて、カメラ向いて、今やるって言ってたじゃん。なんで伊地さんの方抜いてたのよ。小田さん、何してんの。僕も僕に来ると思って、うん、しゃがんで準備したんですよ、うん、準備したのうちの小沢さんだったっていうことで、うん、2ヤバで、うん、まずカメラがこっちに向いたっていう1ヤバと、うん、ギャグやりますって自分から振っといての、うんうん、なんて日だっていうパクリっていう2ヤバ出ましたよ。そう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 、だからそのいやパクリじゃないですかが欲しかったんよ、はい、それはさ、はい、なんて日だこっち寝てんだもんな。小沢さんもだからもうエトスパトスロゴスも、うん、芸人も引退してください、うん、お願いします、うん、本当に今キュンってなってるからね心がマジでキュンってなってるから激ヤバでした今。スタッフさんがマジで、うん、何こいつっていう目で見てましたから、小沢こいつ何なのっていう目で。おかしいよ。すいません小田さん、引退ということで。ありがとうございました。一人で頑張りたいと思いますので、はい、小田さんお願いします。伊地さん、はい、一人で頑張ってくるんですか。はい、一人で頑張っていく体調は大丈夫ですか、うん、さっきやったね、うん、体調よろしくんですやりたいですけど、うん、頑張っていく体調どうでしたか下手かは振り頑張っていくなら体調大丈夫ですか。振りも下手すぎだよお前そんな振り方あるかお前頑張ってく体調どうですかって聞いたことないそんな言葉いい加減にしてください本当にちょっと気を取り直して2店舗目頑張りましょう。頑張らないといけない、はい、本当に頑張ってください。頑張ろう本当に。こっからこんなこと言ってる場合じゃない。これ継続ですから。そうだよ、一回が大事になってきますからね。マジでそう、マジでそう。まずプラス100枚でお願いします。そうだよ、はい、頑張りましょうということで2店舗目いきたいと思います、はい、エスパトスロゴスチャンネル登録、高評価そしてコメントの方よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで次も頑張るよ、本当に頑張るよ。